はい、じゃあフォームチェックですね、ちょっとやっていこうと思います。まず姿勢を良くすることがポイントになります。なるべくそのお腹と背中に、体重を乗せるような形にしてあげると、体の重心に意識が向けますの でそこを中心として、体重を乗せてあげると足を上げても大丈夫です、はい、で次右手の位置です。右手の位置は一番いいのは2本の、まあ、指ですね、こう持っていただいてバランスポイントのところです。で一回こう下に置きます。でふっとこの位置に置いた位置、これが一番楽な位置ですね。今こうなってます。こうふっとこういうふうに一段距離置くとこの位置です。そうするとそんなに肘が開かないんですね、はい、なんでこの位置が理想です。そうするとこう叩いた時に無駄がないです、はい、で次左手です。左手今こういう感じなんです。で左手の音量を上げたいので手をこういう形で振り上げて叩きます、はい、ただ振り上げるんですがここで一つ問題が出てきます。どんな問題かっていうと 右手邪魔だなこれみたいな、右のスティックに当たるんですね。じゃあどうすればいいかっていうと右手も一緒に上げてあげると音量を上げられます。まあ、邪魔にしないっていう感じですね。ちなみに力で何とかしようとしてもこの距離が短いと無理なんですね、いくつもしたところで、はい、どっちかというとこの距離を稼いであげたりスピードを上げた方が音量を出しやすいです。力でこう頑張って出ないみたいなはい、なります。なんで、距離とスピードを稼ぐために上げてあげます。で今度こうするとまた問題が出てきてちょっと大げさに叩きますっていう形で振り上げるからその分スピードが遅くなってタイミングがずれるんですね。でそこは叩いて聞いた音に合わせながら調整していきます。うん、この辺ですね。まず姿勢を良くしながら足をこう踏んでも体がぶれない、これがまず一つです。で右手はふっと置いたりこの位置でこう叩いたり、で左手が多分一番大変だと思うんだけども左手は手首から上げて叩く。でそうすると右手が邪魔になるんで両手で叩く。でタイミングもずれないようにっていうふうに意識します。以上です。あ、おしまっていい？